ただいま。あ、おかえり。買い物ありがとう。どうだ健太、学校から帰ってきてから具合悪そう で測ったら38度だったのよ。ここんとこずっとバタバタしてたでしょ。ちょっと疲れちゃったんじゃないかしら。そっか。ママおいり。ただいま。氷枕あったよ。ありがとう。じゃあママ生姜に作ってくるわね。健太、これできっと熱下がるからね。健太、しっかりしろ。パパも今世界一を目指して頑張ってるからな。世界一の水族館だぞ。だからお前も頑張れな。うるさいな、病人の枕元なんですけど。世界一、世界一。だいたいパパが家族に相談せずにいきなり引っ越しするから健太はこんなに疲れちゃうんでしょ。沖縄でたった一つの水族館だぞ。やりがいがありそうだろう。たくさんのせいで私学校の友達も急に別れなくちゃいけなかったのよ。友達なんかどこだってできるだろう。どうしてそういうデリカシーのないことが言えるの。あっちこっちに友達できて楽しいぞ。寒い。サメ。はそうか、やっぱりサメだよな。寒いよ姉ちゃん、布団もう一枚。そうか、やっぱり沖縄の水族館なんだから沖縄の海にいる大物で世界一を目指さないと意味がないよな。俺も昔ダイビングやっててジンベエと目が合った時には恐怖と感動でそっと押しそうになったもんな。うん、だからやっぱり新しい水族館はジンベエの複数展示で正解なんで、ジンベエザメ万歳。サメじゃなくて寒いって言ってんでしょ。分かってる、それぐらい冗談だよ。そうやっていつも魚のことばっか考えてるから嫌われんじゃない。偉そうにテレビなんか出ちゃってさ。でもそんな企画きっとボツなんだから。どうして。みんな言ってるわよ、ジンベエザメを何匹も飼うなんて絶対無理だって。無理じゃない。ねえママはなんでパパなんかと結婚したの。え。どうしたのいきなり。だって毎日帰りは遅いしさ、頭ん中はいつも魚ばっかりだしさ。ジンベエザメの捕獲相当大変みたいね。は？ほら新しい水族館すごく大きくなるじゃない。でもいくら大きくてもパパは展示する魚は全部自分たちで捕獲したいんだって。で今ウミンチューさんたちに頼んで回ってるんだって。でもなかなかうまくいかないらしくて。そんな質問してないけど。エリはパパのチャレンジ無理なことだと思う？うん、無理なんじゃない。ママは違うな。パパならできる気がするな。だってパパね、今まで一度もママとの約束破ったことないもん。なんか違う話になってるけど。背景館長様、初めてお手紙差し上げます。私は森田和也の母です。和也にお手紙をいただきましてありがとうございます。ですが和也が失礼なことばかり書いているようで大変申し訳なく思っております。実を申しますと和也は生まれつき心臓が弱く、小さい頃から入退院を繰り返していて学校にもろくに行っていません。真剣に病気を治したいと頑張ってきたのですが、でもできなかったのです。ですのでどうかこれ以上は和也に不可能なんてないと
おっしゃらないでいただきたいのです。買っておいて申し訳ございませんが、時には優しい言葉の方がより残酷なこともあるのです。ただいま。ただいまさん。まあ、どうぞどうぞどうぞ。すいません。おかえりなさい。あらあら、おばらさんも。すぐに何か用意しますね。あ、ひろこさん、お構いなく、お構いなく。また飲んだの？ここのとこ毎晩じゃない。ちょっとぐらいいいじゃない。そうだ、浦さんもさ、いろいろ辛いわけよなあ。そう、でも浦さんの飲みっぷりは相変わらず最高。おう。ねえ、世の中には本当に不可能なことなんてないの？え、世の中不可能なことだらけじゃない。そんなことはない。少なくともパパはそんなこと認めない。絶対にジンベエザメ。そうだ、最低でも3匹は展示するぞ。そうじゃなくて、和也君って子には何て返事すんの？和也、ああ、北海道の病気の。あれ、なんでお前そんなこと知ってんだ？いいから、私の質問に答えて。そういうことだな。まあ、いろいろ考えたけど、こういう返事はどうかな。親愛なる和也君、病気大変だね。この間言ったことは撤回する。生きていく上で多少の不可能はある。ただ私は水族館というものに関しては例外的な人間なので、1年以内に必ず沖縄の黒潮ならではのめくるめく魚の世界を一望できる水槽を作り、沖縄の水族館こそが世界初で世界一だということを証明してみせる。だから君も私の水族館と魚たちをその目で確かめるまでは頑張って生き抜いて、そしてその気あっ父親に抜く気なんてないすんだ。パパなんて大っ嫌い。思春期。こんにちは。うん、ご苦労様。じゃーん、今日は森田和也君にお手紙です。しかも女の子から。え、誰？ほら、早く読めよ。うるさいな。和也くんへ。はじめまして、私は浦崎恵里と言います。ジンベエザメのおじさんの娘です。なんで娘からも来るんだよ。うちの父は家にいる時間よりも水族館にいる時間の方が圧倒的に長く、家族よりも水族館の魚たちを大切にしています。しかも一度言い出したことはどんなに周りからけなされようと考えを変えない頑固親父です。毎日一緒に暮らしていると本当にうざいです。話がそれました。私が言いたいのは、うちの父に振り回されるのは私たち家族だけで十分だってことです。和也くんはうちの父のことなんか忘れて、お体を大事にしてください。あ、でも沖縄はとても素敵なところなので、ぜひ遊びに来てください。浦崎恵里。意味わかんねえ。でも字は可愛いな。いくつぐらいなんだろう。頭は悪そうだけど。
なんだよ。なんかいいこと書いてあったか。え？別に。